はい、まあ、やっぱりキャシーさん強靭だと思っていましたけども、ここまで生き残ってきたこと、あと僕を占っていないことから、やはり人狼かなと思います。キャシーさん、はい、今ので、大野さんが一発目にキャシーさんに入れたことで、多分、大野さん、仲間を切らないかなって思うんで、お違うか、間違えました。はい、占い師人狼の可能性もあると。イエス。だった、はい、でも、はい、さっきの襲撃とかでちょっと信じるのがちょっと厳しいな、まあ、最初から強靭の可能性が高いっていうふうにも思っていたので、はい、キャシーさんに入れたいと思います。最後の人狼は大野さんではないと思っています。今日私はキャシーさんに投票します。明日必ず来ますので。僕自身もキャッシーさんに言えます。大野さんを信じています。一番狼だと思ったのは森本さんです。マドックの可能性は捨てていませんが、今の投票は少し信じれると思っています。僕がもし死んだ時はこの推理を手がかりにしてください。Okay. So, 私が本物の預言者です。そしてマドック、ミスター石井は絶対に絶対に人間です。エスターが本物の霊媒師であった場合に、ミスター大野は率先して最初に投票していた、or 決定打を入れたという可能性だってあります。人狼を見つけられなかった私は力不足の預言者です。殺されても仕方ありません。最後は大野さんに投票します。投票の結果、今日処刑が決まったのはキャシーさんです。マドック and Mr. Ishi、 絶対にこの村を救ってください。わかりました。なんとここまで頑張ったキャシーが処刑されてしまいました。こんばんは、改めまして。はい、キャシーですと。はい、はい、そしてですね、夜人狼に食べられてしまいました。剣では勝てなかったのでしょうか。曲サムライ聞いたよ。サムライ、サムライ、サムライ。異文化交流が今果たされました。まあ、幕末に生きる人間としては、うん、キャシー君の使っている言葉は若干理解しがたいところも多かったんだが、なんかキャシー君はなんか好き超なんか超とか言っちゃってるけど、僕白みたいなね。いやーねー、ねー。でも局長がバナナ持ってきたらどうしようかと思ったよ。何それ。なんか天国でバナナが流行ってるらしくって。じゃあ俺、どういうこと、どういうこと。お客さんのエビチップス食べよう。ちょっとちょっとちょっと局長、局長は自由なんでね。局長、なんとですね、実はここに伊藤先生もいるんですよ。どうも、一足先に食べられてしまいました。あら、なんか俺今こんなにフランクにやったのに急に伊藤君どうしたんだ君は。今日は試合を見てる観察型ということか。そうですね、はい、一足先に人狼に食べられて天国でのんびりと観戦をしております。はい、伊藤君。あん、意外と硬かった感じですかね。お客様のだからねお客様ごちそうさまです。すみません、ごちそうさまです。はい、いい音がしましたということでね、意外に結構歯ごたえが。4日目が終わったのか。そうですか。そうですね。違うか、4日目か。5日目ですかね。5日目か。はい、なるほど、面白くなってきたんじゃないか。ちなみに局長6万4千人超えましたよ。わお、わお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうエビセン食べます。シール来るで、これ。あれ、なんか来てる。あれれれ、あれ豪華になった。ねえねえ、すごい自由すぎるよ。自由すぎる。なんか何食べてるの。とりあえず何か食べてりゃいいみたいになってます。パン食べてんの。ちょっと本番中、本番中。え、
仕事中パン、あ、ありがとう。大好きなパン食べてんの。パンね。毎晩こんな感じなんですか。そうみたい、そうですね。ここ数日はバナナを食べることが流行でした。なるほど。だけど試合的にはだいぶこれ盛り上がってきて、お客さん推理してるんですよね。はい、先ほど5人の状況でしたね。なのでまだ明日が来れば3人ないし4人の中に人狼が1匹ということになります。そうですね。もしくは終わっているかもしれませんね。じゃあ、今ニコ生で見てる皆さん、はい、僕は昼間に処刑されてるので全然人狼の可能性もあるじゃないですか。局長、あなたは夜に死んでます。あどうしたんですか。なんでもないです。私さあもうすぐ朝が来てしまいます。誰か僕にお酒をください。正体見たいですよね。正体は見せないんで。クローズ、失礼いたしました。あ、そうなんだ。はい、そうですね。で、間もなく朝が来てしまいますので、こののんびりとしたね、幽霊たちはもう天国へ戻って、はい、では解散いたしましょう。わいわい、のんびりしてないな、この幽霊。パタパタパタ、まったね。どここぼれる。さあ、みんなが間もなく帰ってきます。最後の戦いですね。大野さんが人狼に襲撃されて死にました。ここ並ぶんですか。面白くなってきましたね。私は言われた通りにここに並んだんですが、ここだと疑いにくい。そう、ちょっと僕端っこ行きます。離れましょうか。はい、すみません。はい、私はシンプルに考えて、キャシーさんとデイジーさんが人狼であったと考えます。そして富山さんが預言者、小高さんは狂人だったのではないかと考えています。僕は森本さんを疑っていました。そして残されたっていうことに対してフラットになっています、今。なるほど。森本さんは、あなたは、あなたの目線では人間なはずです。どちらが人狼だと思いますか。難しいんですけど、僕の目線からだと、キャシーは偽物、キャシーじゃない、キャシーは、偽物だということが分かりました。で、そこからまだ全部考えてないんですけど、石井さん、マドックはもう白なんで、私は占われてたんですけど、石井さんを強く疑います。キャシーさんは人狼だと思うからです。今の森本さんの推理は非常に強い説得力を持った推理でした。私は必ず石井さんに投票します。3分前。はい。森本さん、はい、本当に森本さんを疑ってたんですよ、僕。分かりましたでしょ、横にいて。それはどう思いました。いや、普通に疑われると思いましたね。普通に疑ってましたよね、はい。で、あんだけ疑ってる人間を残すっていう、やっぱ最後にマドックさん、僕を、まあ山並先生、僕を残しましたかという感じではあるんですが、こちらのセリフです。森本さんは酔っ払ってないですよね、今回は。酔っ払ってないです。ちゃんと見てます。あなたが人狼だから私を残したんですよね、石井さん。ではないです。僕は残すことができないので、立場的に。僕からするとどっちかが狙ってるというふうにしか見えないです。はい、わかりました。はい、森本さんに考えていただきたいです。キャシーさんとデイジーさんをより強く攻めていたのは私で、なおかつ私はエスターさんにも疑いを向けていました。私は常に石井さんよりも能力者を処刑することを率先して行ってきました。これ言えば言うほど疑わしくなるやつですか。ちょっと待ってください。森本さん、はい、今のね、マドックの議論ちょっとおかしいと思うのは、能力者率先っていうのについては、僕とマドックについてはあんまり差がないと思っていて、投票って言って僕自身が能力者以外に投票したことないんですよ、今回。まあ、記憶にないかもしれないですけど、はい、常に僕は投票の時に能力者言い続けていたんですよね。そこ、私は森本さんを信じて石井さん一択でいきます。それを先に宣言したのは私です。石井さんはこの状況になってから私を責め始めました。よく考えてください。投票まであと1分。僕自身は森本さんをずっと疑っていたので、今森本さんを見てたんだけど、もう我々の運命は森本さんにかかっています。じゃあもう言いません。お互いが入れるということでお楽しみ。